グスタフ・シュトレーゼーマンは、ドイツ・バイマル共和正規の政治家である。1923年8月から11月まで、首相を務める。外務大臣としても活躍し、1926年に、フランス外相アリスティード・ブリアンと共に、ノーベル平和賞を受賞した。ベルリンのビール醸造家兼宿屋の家庭に生まれる。5人兄弟のうち彼のみが、ギムナジウムに進学。 学校の教科では歴史を好み、ナポレオンやゲーテといった偉人の伝記を読むことを好んだ。1897年にアビトゥーアに合格し、翌年からライプツヒ大学で私学と文学を学ぶが、途中で経済学に転じる。学生時代は学生団体のスポークスマンを務めた。1901年にベルリンのウィンビール産業について書いた論文で博士号を取得。 彼が生まれ育った地区には中小企業の工場が多くあり、その見聞が彼の世界観形成に影響したと思われる。同年から地元のチョコレート産業組合でロビーストとして働き始める。1902年にザクセンの工業家組合の設立に参画し、翌年大学時代の学友の妹で実業家の娘、ケーテと結婚、二児を設ける。彼女は ユダヤ人だった。同年、フリードリッヒ・ナウマンの政治思想に共感し、国民自由党に入党、政治活動を始める。1906年にドレスデン市議に当選すると、ザクセンにおける国民自由党の有力な政治家として、頭角を表し、1907年に最年少で帝国議会議員に当選する。1910年には産業連盟の代表委員に就任。 しかし、社会政策を重視するグスタフは、産業界の意向を代弁する、党内右派と対立し、党代表部に選出されないどころか1912年には、議会から落選する。その後しばらく実業界に身を投じて、アメリカ合衆国やカナダに外遊するが、1914年に帝国議会議員に再選し、政界復帰を果たしている。政治的立場としては、 リベラル保守に属する者の,の君主制の支持者でもあり、ドイツ植民地協会やドイツアメリカ貿易協会に属していた、彼はドイツ帝国の拡張政策にはおおむね支持の姿勢を、通し、第一次世界大戦や無制限潜水艦作戦にも賛成している。大戦中の1917年、副党首に就任。国民自由党と新歩党の合同に不信するが、失敗に終わる。 1918年のドイツ革命後はドイツ民主党、中央党に参画しようとするも拒絶される。結局、国民自由党の右派を急合する形で、ドイツ人民党を結成する。その党勢として、世界におけるドイツの維新回復を掲げ、市場主義経済を信奉し、社会民主党に対しては、批判的な姿勢を保ちながらも、バイマル共和制自体は否定しなかった。 1920年の総選挙で彼の党はやや議席を増やし、フェーレンバッハ内閣の連立に加わった。グスタフは党議員団長を務め、議会の外交委員会委員長に就任。彼は現実主義外交を提唱した。リトアニア首相、ボルデマラスト・シュトレーゼマンが1928年に会談した際に撮影ドイツからの賠償金取り立てをもくむフランス軍が、 ルール地方を占領し、インフレーションが更新していた1923年8月に、首相兼外務大臣に就任、ブルジョア保守派、中道派、社会民主党からなる大連立政権を組織した。首相としては、しばらくして、財務大臣になったハンスルターや、帝国通貨全権委員となったヒャルマル・シャハトと,と共に、連天ンンマルクに切り替えるデノミネーションを実施。 インフレを沈静化させるのに成功した。しかし、ミュンヘン一期の首謀者の処遇が問題化し、また、右派の支配するバイエルン州に友好的なのに対して、左派の支配するザクセン州には敵対的だったことが批判され、大連立から社会民主党が離脱。内閣不信任案が可決され、3ヶ月で首相を辞任した。その後は、マルクス内閣に、 外務大臣として入閣。続く複数の内閣で外相を務めた彼はフランスとの関係正常化に努め、1924年にドーズアンによって賠償金の減額に成功。1925年にはイギリス、フランス、イタリア、ベルギーとロカルの条約を締結し、相互不可侵を訳し、ドイツは国際連盟への加盟を認められた。 このロカルノ条約の締結に尽力したとして、翌1926年にアリスティード・ブリアンと共にノーベル平和賞を受賞した。彼はフリーメイソンの会員であった。国際反ヨーロッパ連合の共同設立者でもあるフランス首相エドアール・エリオなどもそう確信していたというが、彼は実際にフリーメイソンであり、それは当時広く知られていたことで、そのことは ドイツの愛国主義者から非難される要因であった。スイスのフリーメイソン団体はシュトレーゼマンにブラザーブリアンと共にノーベル賞を受賞したことへの祝い状を送った。ベルリンにあるシュトレーゼマンの墓1928年ハイデルベルク大学から名誉墓士号を送られる。しかし外務大臣としての激務からその頃から体調を崩しがちになり、1929年に 脳卒中のため休止した。直後に世界大恐慌が始まり、彼の死は経済恐慌と結びつけられて、バイマル共和国の平和な時代の終わりを告げる、活気として捉えられている。かつての敵国である、イギリス・フランスと和解し欧州統合の先駆けを作った政治家としてシュトレーゼマンは記憶されているが、彼自身は、ベルサイユ条約改正論者でありオーストリア併合を、 含むドイツ東部国境の見直しを目指していたとされるが、オーストリア併合については、実現可能性について会議的であったとの見方もある。1928年に、レーモンポ・アンカレと会談した際、ドイツとオーストリアの大多数の国民は、合併を支持しているが、政治においては、感情の問題と、政治的現実とを区別することが必要であると、述べたという。したがって、例えば、 ポーランドに対しては、領土問題で強行的な姿勢を崩していない。賠償金の履行政策やロカルの条約、国際連盟加盟といった一連の協調外交も、条約改正という自国の国益を目指しつつ推進したものであった。シュトレーゼマンは、モーニングコートやフロックコートに代わりしつ服として、ディレクターズスーツを導入し、晩年は階段の席でも着用したことから大陸。 ヨーロッパでは、ディレクターズスーツを、シュトレーゼマンと呼ぶことがある。子息のウォルフガング・シュトレーゼマンは、法律家となり、ベルリンフィルハーモニー還元楽団の支配人を、長期間務めて、ヘルベルト・フォン・カラヤン率いるベルリンフィルの前世紀を、支えた。AB でおよす、アルトロ・モリス、エス・ブレント、エズ、フリーメイソン・リー・インコンテキスト、ヒストリー・リチュアル。 コントロバーシー、歴史新 ton ブックス、ピアニッシモ、も、93から94、ISBN 978から0739107812、http コロンスラッシュスラッシュブックス .google.com スラッシュブックス、id、イコール hxq4dx ドック。ありがとうございます。